藤武氏は中国、湖南省庁佐市出身の陸上競技選手。専門は3段飛べ。屋外で17メートル58、室内で17メートル41の自己ベストを持つ。2016年リオデジャネイロオリンピックの銅メダリストである。14歳の時に3段飛べを始めた。2010年2月のテヘランアジア室内選手権。 男子三段飛べを大会新記録の 16m73 で制し、初のアジアタイトルを獲得した。2011年2月23日の中国、室内選手権、男子三段飛べで 17m01 をマークし、2005年に、古春潔が作った 16m96 の室内、中国記録を塗り替えた。2012年、自国開催となった2月19日の公州。 アジア室内選手権男子三段飛べでは室内中国体記録及び大会新記録の 17m01 で大会2連覇を飾った2013年3月7日の中国室内グランプリ男子三段飛べで 17m16 をマークし1993年にオレグサッカキンが作った 17m09 の室内アジア記録を塗り替えた2016年 2月29日の中国、室内グランプリ男子3段跳べで屋外の自己ベストを上回る17メートル41をマークし、自身の持つ室内アジア記録を3年ぶりに更新した。今季室内世界最高記録保持者として臨んだ3月のポートランド世界室内選手権、男子3段跳べは17立方メートル3で優勝を飾り、中国史上3人目の世界。 室内選手権チャンピオンとなった。また、世界室内選手権、男子三段飛べでは、中国史上初のメダル獲得であり、シニア世界大会の三段飛べでは、中国史上初の金メダル獲得だった。8月のリオデジャネイロオリンピック男子三段飛べは、予選を全体1位の17メートル10で通過すると、決勝では1回目の跳躍で、 アジア記録に迫る1 7ル5 8の自己ベストをマークし、最先の良いスタートを切ったかに思われたが、2回目の跳躍で負傷したため3回目までしか跳躍することができなかった。それでも1回目の跳躍の1 7ル5 8は、クリスチャン・テイラーとウィルクレイに次ぐ3位の記録となり、4位に4 5トルの大差をつけて銅メダルを獲得した。これは、 オリンピック三段飛べで中国人が獲得した初のメダルであり、男子フィールド種目では1984年、ロサンゼルス大会総高飛びで銅メダルを獲得した試験回来、中国史上二つ目のメダルとなった。2017年8月のロンドン世界選手権は怪我のため欠場した。ありがとうございます。